君を見つめたい、心を静かにして、忘れかけてた夢や熱い鼓動を胸に秘めた。あの日の誓いだけは守りたい、明日に向かって、Future so bright. Tell me you. 君だけを感じたい。他に何もいらない、なくしかけた本当の自分らしさ取り戻した。あの日の失敗はもう恐れない、前に向かって、仕込む方へ、新しい世界、新しい未来、全てが変わる、ただ信じれば全て委ね踏み出すなら。今ならば手にできるから、 I'm alright、 もう迷わないで、この道を走り抜こう、今悲しみは昨日に預け、差し込む方へ To the future so皆さんこんにちは、我が魂の賛美をご覧いただきありがとうございます。今日は、早速ですけれども、ニューアルバムをこれから発売する、サムエルさんに来ていただきました。こんにちは。サムエルさん実は3回目なんですよね、はい、そうですね、はい、自分2回とゲストで1回と、はい、
素晴らしい、はい、多分初です。本当ですか、嬉しいです、本当に光栄です。リピーター、ありがとうございます。そしてたくさん の, あのファンの方が、はい、見てくださって、はい、すごく反響もある。本当ですか、はい、あ、嬉しいです。あったので、とても嬉しいです。ありがとうございます。今回は、まずニューアルバムが、はい、完成したてっていうことで。そうなんですね、はい、はい、先行発売が、終わって、はい、3月5日に正式にリリースされるということで、はいはい、そうです。そのアルバムの中から、1曲目、So Brand New を、はい、歌っていただいたんですけれども、はい、かっこいいですね。ありがとうございます。いい曲ですね。大丈夫でした？いやもう本当に、いや、サウンドもかっこいいし曲もいいし。あ、本当ですか、なんかもう本当に日本のなんだろう、クリスチャンミュージックにね、カツを入れるってこうドーンってこう。いや、そこまで言っていただいて、いや本当にありがとうございます。僕あのアメリカのアバロンとか大好きなんですよ、うん、あ、僕も好きです。そう、なんか、はい、そういうすごい今っぽいビートのが聞いた感じと、はいはいはい、すごいかっこいいなと思って。 ありがとうございます、はい、このアルバムもしくはその曲、うん、So Brand New っていうそのタイトル曲、はい、これは、どういう思い入れでなんか。そうですね、最初はこの曲を、まあ、メインにするつもりは全くなかったんですけど。あ、そうなんですか。この曲は僕ブログでも実はね、うん、説明ちょっと曲の解説とか書いてるんですけど、うん、もう結構前にできた曲で、昔にで、もう日の目を見ること ないかなと思ったんですけど。こんないい曲なの。そうなんですよね。もう今回ちょっと この曲を、まあ、アルバム作るのと入れてほしいというリクエストがあって、ええええ、でちょっとアレンジを少し変えて、うん、で新しく作ってみたら、なんかすごくこう前向きな希望あふれる曲になったので、あ、だったら今回はこれをメインにしようっていうことで、タイトルもそのまま So Brand New にしました。はい、アレンジが岩本正樹さん、はい、これはですね、リッキーさんですね。リッキーさん、いつもお世話になってる。はい、そうですか、はい、いや本当になんかね、かっこいいですよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。そのアレンジで随分変わったんですか、印象は。そうですね、一応その、まあ、アレンジというかその編曲は、まあ、自分で一応したんですけど、最初はもうちょっとシンプルな曲だったんですよ。でも僕がちょっとコードいろいろいじって、でもうちょっとこう大サビとかも足して、でまたちょっと雰囲気変わったんですけど、まあ、僕にしてはちょっと珍しいロック調の曲なので、うん、ちょっとバンドっぽい曲なので、うん、そういう曲をちょっと今回メインにして、ちょっと新しい、そっか、こう一面を見せようかなと思って。珍しいんですね。そうですね、僕どっちかといえばこう R&B とかバラードとかが好きなので。あ、うん、あ、でも全然ね、違和感とかはなくって。あ、本当ですか、うん、すごい新鮮だけど、はい、ぴったりくるっていうか。あ、本当ですか、うん、そんな感じでした。ありがとうございます。レコーディング、そして、うん、完成まで、はい、なんか多分見てる人はそういう裏話を聞きたいと、はい、思ってると思うんですけど、はい、やっぱ、大変だったんですか。そうですね、この番組昔、1回目僕が始めた時に、はい、新しいアルバムを作りたいって言ってたんですけど、はい、その時は、はい、全くそういう話はなかったんですね。まあ、それからちょっとアクションを起こして、まあ、なんとかアルバムを作ることになって、はい、で始めたのがもう結構夏ぐらいからだったんですよね、うん、で今もう3月とかなので、はい、結構時間かかっちゃいましたね。うん、まあ、今回初のやっぱりフルアルバムっていうこともありますけど、うんうん、今まではミニアルバム、6曲入りのミニアルバムだったんですよね。で今回は12曲、はい、結構倍ですもんね。そうですね、2枚分ですね、はい、もうちょうど倍ぐらいの、ええ、はい、それで今回は、まあ、ちょっと自分の中ではこうちょっと集大成のような、うん、もう僕が一番最初に書いた曲「ギブサンクス」っていう曲があるんですけど、うん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 、それがもう10年前にできた曲なんですよね。でその曲ができてからこの10年間の間に作ったいろんな曲、まだ音源化してない曲や、まあ、新曲も含めて、うんうん、今回は全部アルバムに入れようと思って、だから結構まあ書き下ろしも半分ぐらいと、うん、あとそういう昔から歌ってきた曲が半分ぐらい、昔って言ってもと最近できた曲もありますけど、はい、まあ、そういうの全部集めて、じゃあもう集大成っていうか、はい、出し切った感じ。そうですね、
出し切りましたね。じゃあ続けて、はい、インビザブル、インビジブ ル、はい、とギブサンクス、ギブサンクス、ギブサンクスが、10年前に書いた、10年前にできた曲です。じゃあこの2曲を続けて、はい、お聴きください。So incredible. 形あるものより形のないものに心奪われた、心囚われた。目に見えるものより目に見えないもの預けた、心を預けた。Can you tell me oh wow oh? 安易な方法で幸せを求めちゃうんだろう。虚しくなるんだろう。微笑みの裏には。だから不安なんだよ、だから泣いちゃうんだよ。願った通りのそんな日々は来なくても、与えられたものに、oh、 目を向けていたいのに。 Can you tell me oh wow幸せを求めちゃうんだろう。虚しくなるんだろう。微笑みの裏には誰もが葛藤するのだろう。だから不安なんだよ、だから泣いちゃうんだよ。
was broken, I could feel alone. When I was in trouble, I could see no hope. I cried out and was trying to escape from all my pain. So I lay down and was praying, I'll rely on you. Every time I will give thanks to the Lord, for He makes me new. I can rise up again. Anytime I will say I love you, Lord, you hold me in your arms, and your love will never dry. I can leap with joy, give thanks. Oh, oh. 悲しい時、愛はなく、苦しい時、希望もない。この痛みを取り去れるのなら、主よ今あなたに委ねます。いつも主に感謝します。我が力なる主、また立ち上がろう。いつも主を愛します。御そばに抱き寄せ、その愛変わらぬ、いつまでも感謝。オンマンダヘクサラ영원히그발이기대기대언제나주께감사드리리날새롭게하신네나는일어서리라언제까지나감사 I wanna give thanks to the Lord。 ありがとうございました。インビジブル、そしてギブサンクス、はい、2曲。本当にあのギブサンクスって前回出演した時に、はい、前回あの弾き語りでね、はい、いやあれもなんかすごいビビッときて、すごい良かったですけど、はい、またこうアレンジが入るとすごいかっこいいですね、はい、ありがとうございます。そして3カ国語で、そうです、やっぱそこがそうです、ね、強みですね。もうあれはもう自分をフルに出したこうトライアングル、トライアングルじゃないか、トライリンガルか、トライリンガルトライリンガルトライリンガルシングルということで、ね、1曲に全部詰めちゃいましたね、はい、いやあの放送を聞いて実はね、あの、うん、すっごいいい曲だねっていうのを僕の周りで何人かから聞いたので、嬉しい。でその、CD 情報なんですけど、はい、どこで買えますかっていう、
これもいつも僕の、いつもお世話になってライフクリエーションから今回もリリースさせていただいたんですけど、はい、僕のホームページ見れば全部載ってるし、まあ、オアシスとか、はい、もちろんネットでも、そして今回は初めてなんと iTunes でお、もリリースすることになりました。すごい。3月5日 CD 発売に合わせて、もうその日に、はい、わあすごいですね、はい、でもあれですよね、多分ちゃんとジャケット写真とかね、はい、そういう方が、はい、まあ、ダウンロードして先に聞いても、はい、それはそうですね、CD も買ってほしいですね。今回も2ジャケットバージョンにしたので、はい、歌詞とかねそういうのも結構こう頑張って写真も結構たくさん入れたので、はい、やっぱり本当は CD 手にしてくれたら嬉しいんですけど、へー、まあ、ちょっと海外にいる人とかねなかなか CD 買いに行けない人もいるので、うんうんうん、iTunes でも、でも、はい、多分ファンの人は、うん、その2ジャケットバージョンを買い、はい、でさらに iTunes でそこまでしてくれますかねちょっと多すぎませんか、はい、その2ジャケットっていうのも斬新ですよね、はい、クリスチャンの。そうですね、そういう今回シルバーとゴールドバージョン、シルバーとゴールドの2種類、はい、こんな感じです。はい、今映ってます、はい、映ってるかな、はい、はい、撮影とかはどこでされたんですか。この撮影はですね、今回はソーブランニューというこうね新しい、また希望にあふれるってい う, こうイメージを持って、まあ、作品を作ったので、うん、まあ、それにぴったり合う場所がやっぱ海だったんですよね。なんかこうすがすがしい感じのこう爽やかな感じの、はいはい、で、まあ、今回は海もちょっと2カ所行って、実は、はい、今回実はですねまた初めてちょっとちゃんとした PV も作ったんですけど、はい、もう多分公開されてるのかな、うんうん、その PV は千葉の海で撮って、はい、でアルバムジャケットの写真は湘南の海でうわ撮りました。そんなこう2カ所で。そうですねしかも結構寒かったっていう。寒かったですね。もうちょっと秋から冬にかけて撮ったので、かなりしかも薄着でやったので。そうですよね、はい、なんかそういう時ってこう寒さとかを分かんないように、うん、そうなんですよねでもねちょっと寒そうな感じかもしれません。そうですか、レコーディングから、はい、まあ、今全部終わってみて、うん、まあ、CD を作るって、まあ、昔に比べたらっていうか、うん、随分誰でもね、うん、CD をこうなんとなく形にできるようにはなったとはいえ、うん、はい、すごくちゃんとしたこう、なんだろう、こうアレンジを加えてレコーディングしてっていう、いわゆる今までのちゃんとした作り方をするっていうのはなかなか大変だと思うんですけど、なんかそういう、なんだろう、思い出というか今回あった。そうですね、今回は今までで一番大変でしたね。やっぱり曲の数もそうですけど、やっぱりこう結構やっぱ期待もあるし、うん、まあ、自分自身こう3枚目のアルバムってこといろんなこう自分に課した変なプレッシャーもかなりあって、うん、しかもこう、まあ、10年間歌ってきた曲ギブサンクスとかも今回入るわけじゃないですか、うんうん、だから、まあ、そういう意味ですごく、今回はいろんな意味で大変でしたね。本当にレコーディングももう納得いくまで何回も撮り直したし、うん、ミックスもすごく今回一番多分関わって、うん、マスタリングも最後の最後までかなりこうなんか途中で、はい、全部やり直したっていう。そうですね、マスタリングは普通そんなやり直したりとかしないんですけど、うんうん、一回ちょっと半分ぐらい行きそうになったところで、あ、ちょっとこれは納得いかないと思って、うんうんうん、本当にこう失礼だと分かったんですけど、もう一回ちょっとやってもらって、はい、もう時間もかなりオーバーしちゃったんですけど、もうそれぐらい今回はかなり音とかこだわって、もう最高のものにしようっていう気持ちで作りました。いや、ですので皆さん、はい、ぜひお願いします。ソーブランドニュー、はい、iTunes で、そして CD と、はい、2ジャケット、はい、両方買ってください。お願いしますで、そして、次来るときは、はい、ね、うん、またなんかそういう新しい動きをしてくれるか、 それか、まあ、まあ今回ね、新しいアルバムから、まあ、新曲全部4曲歌ったんですけど、まあ、何せ12曲あるので、
まあ、正直もう自分の曲は自分の子供みたいなもんなので、うんうんうん、もう全部おすすめなんですよね。だから全部歌いたい、全部歌いたかったですね。だから次はまたこの中で歌ってない曲をもしできたら、あ、それは嬉しいですね。しかもちょっと僕ね、ダンスもうちょっと極めてきます。あ、はい、ちょっと頑張ります。じゃあ覚えてます、はい、じゃあ今年中にまたまたちょっと行っちゃったのでまた、はいはい、またこれから来てください。頑張ります、はい。そしたら、最後の曲ですね、はい、Stay Awake、を聴きいただきながら、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。街の中でやるせない思いを感じて、暗がりにただ身を任せて、街の明かりだけが頼り、交差点の風が冷たいよ、人知れず誓う Tonight's the night よ、 I must be changed inside Revolution side tonight、 oh, 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 oh.ま、終わらない、今走り出したい、無限の彼方へ so high、 Another day's gone by、 Time will pass me by、 だから stay awake till the break of dawn、してる間だけだって、同じ時を過ごせるだけって、僕の心は踊ってるって、君は知らない、失いたくない、だからこの手を差し伸べるよ、あとは君次第、 Tonight's the night よ、 You must be changed inside Revolution side tonight、 Oh 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 oh、このまま終わらない、今走り出したい、無限の彼方へ so high、 Another day's gone by、 Time will pass me by、 だから stay浴びて、浴びて。